静岡県島田市のテレフォンネームバナナのさっちゃんです。あ、ごめんなさい、高子さんこんばんは。今起きたばかりで頭がぼーっとしてます。こんな私なんですけど、それ以上に結婚願望もすごく強くて、彼氏とかいないのにどうするのかなとか思いながら毎日ワンパターン的な生活を送っています。さっちゃん、朝起きてすぐに電話してくれてありがとう。さっちゃんもメッセージの中で結婚のことを少し話してくれましたけど、今月のキッチン通信では結婚をテーマにお便りを紹介しますので、そちらもお楽しみに。改めましてこんばんは、岡村孝子です。さて、新しい季節を迎える時には気分を変えるために髪型を変えるっていう女性が多いと思います。特にこれから夏本番ですから、思い切ってショートにしちゃったという人もいるのではないでしょうか。ところで最近はショートを通り越してスキンヘッドの女性が話題になっているそうです。例えばカナダ人のモデルイブ・サルバイユさんはパリコレクション、ミラノ、東京と引っ張りだこ。それから今パリでは1日に1人くらいはスキンヘッドの女性を見かけるそうです。私はボブのイメージが強いかもしれませんけど、意外なことに学生時代はずっとショートヘアだったんです。で、最近はずっとロングなんですけど、一昨年はソバージュにしたり、今はレイヤードカットというか一昔前のサーファーカットにしています。ファンの人や周りの人はストレートがいいって言うんですけど、私は髪は伸びるものだからショートにしたりパーマをかけたり、いろんなことをやってみたいなと思っています。でもスキンヘッドは手入れが大変そうだし、ぶつかったりした時怪我をしやすそうだから、ちょっと遠慮したいなと思います。岡村孝子ティーズキッチン、今日も最後までお付き合いください。岡村孝子ティーズキッチン。神奈川市の高山です。リクエスト曲は孝子さんの新曲フォーエバーロマンスです。孝子さんもアルバム作りに頑張ってください。
される私のニューシングルでフォーエバーロマンス聴いていただきました。岡村孝子ティーズキッチン、家族って素晴らしいな。ディアマイファミリー。このコーナーでは皆さんの家族についてのお話を紹介します。まず最初のお便りは、これは群馬県群馬郡のペンネームめみさん。高子さんこんばんは。僕の父のことを書きます。過去46歳。以前高子さんの夢を諦めないでがラジオか何かでかかっているのを父が聞いていたらしく、あなたの夢をの部分だけはすごい音痴だったですね今を何度も歌い、これ誰が歌ってるんだと僕に聞いてきたことがありました。教えてあげたら何日もしないうちにアフタートーンを買ってきて一人で聞いてさらに歌っていました。怪しく正しいおじさんファンの誕生です。父は今シアトルに出張中なのですが、出発の前に日本語が恋しくなるから歌のテープが欲しいと言ってきたので、迷わず高子さんのいろんな CD からテープに編集してトランクケースに入れておいてあげました。多分今頃まともに話せる相手がほとんどいないところで高子さんの歌に涙していることでしょう。これからは親子で応援します。ああ嬉しいですね、親子で応援してくれてすごく心強い感じがしますけどね。あのね、なぜか知らないんですけど、私の音楽って外国に行くときに持ってってくれるっていう人が結構多いみたいなんですよね。なんかあの漬物とかお米に通じるものがあるのかななんて思いますけど、結構コンサートとかでも最前列におじいさんとおばあさんの年配の、カップルの人とかも見に来てくれたりすることが多いんで、ぜひ今度お父さんと一緒にコンサート来てください。続いてのおはがきは、これは長野市のキッチンネーム7年目の腕時計さん。高子さんこんばんは。今日はうちの父の話をしたいと思います。うちの父はすごい買い物好きで、それはそれで良いのですが、何でも買いすぎてしまうのです。例えば卵など1パックあれば十分なのに、安かったからといって、3パックも買ってきてしまったり、母が買い物を頼むと頼まれないものまで買ってきたり、自分の好みのものを買ってきたりして、父が買い物から帰ってくると、なんでこんなもの買ってくるのという怒鳴り声が家の中に響き渡る今日この頃です。なんか子供の買い物みたいですけどね。結構買い物って1週間分のご飯のおかずとかね、まとめて買うことが多いと思うんで、結構ね技がいって難しいんですけどね。でもお父さんが買い物をしてくれるっていうのはね、すごくいいことなんじゃないんでしょうかね。私もスーパーマーケットとかよく行くんですけど、最近本当に男の人が買い物してる姿とかが多くあって、女性としてはすごく嬉しいことだなって思いますけども。次のハガキに行きますこれは住所は山口市のペンネームグレムリンさん。私は高2の女の子です。今日は私の父について話します。私の父は高校教師です。なんか高校教師っていうと違う響きを思い出しちゃってしかも私と同じ高校に毎日通っています。父が教師ということで良い面悪い面があります。良い面には大好きな先輩の担任を持つことがあるということ。陸上部だった Y 先輩が怪我をして入院した時もちゃっかりお見舞いについて行きました。いろんな情報が入ってくるし、そんな時父は便利です便利。悪い面には成績が隠せないこととか、うかつに恋人と歩けないこととかたくさんあります。それに父が生徒にどう思われているかが一番気になります。姉の話によると、次は古典の M 先生の授業じゃ、 M はいっぱい当てるけのと言っている男子生徒がいたそうです。でもやっぱり N ちゃんのお父さんって優しそう、いいお父さんだねって言われた時が一番嬉しいです。高子さんはこんな感覚わかりますか？そうですよね、うかつに学校の中を恋人と一緒には歩けませんよね。高校2年生ぐらいっていうと多感な時というか、親離れしたい時なんで、そういう時に親と一緒の学校っていうのはちょっとね、嫌かなというか、かわいそうかなという気もしますけどね。
私もあの何言おうとしたのかな自分もね、仕事場に親とかが一緒だとすごく嫌なんですけど、うちは幸運なことに私のやってる仕事というか音楽に全然親が興味を持ってないんで、かえって助かってますけど、やっぱり自分のお父さんがみんなから好かれてる方が嬉しいですよね。それでは一曲聴いてください。ジャネット K ミッシングユー。続いてはビビアン・マッコーン、シング。ジャネット・ケイ、ミッシング・ユー、ビビアン・マッコーン、シング、2曲続けて聴いていただきました。皆さんも Dear My Family のコーナーにお便りをお寄せください。家族の話ならどんなことでも結構です。宛先は郵便番号 102-80 岡村孝子ティーズキッチン Dear My Family の係です。たくさんのお便りをお待ちしています。ティーズキッチン。岡村孝子キッチン通信。キッチン通信、今月のこのコーナーでは結婚の理想と現実というテーマでお送りします。早速おはがきに行きます。まず最初のおはがきは、いいですね音楽が、武蔵村山市のペンネームピーカーブーさん。私の結婚の理想は夫婦で事務所を作って建築をやることです。私がデザインで彼が思考、今付き合っている彼は偶然にも思考図を描いているサラリーマン。でも彼はいつか故郷へ帰ってしまうし、奥さんになる人は家にいてほしいと言います。私は東京にいたいし、結婚しても建築はやりたい。だけど彼みたいな人にはもう会えないかもしれません。どうしたらいいのかわからないでいる今日この頃です。難しいですね。奥さんに家にいてほしいっていう男の人ってたくさんいると思うんですけど、でも実際問題、両方が働いて食べていかなきゃいけないっていう人が多いと思うんですよね。だから羨ましいといえば羨ましい気もしますけども、これはやっぱりピーカーブーさんにとっても大変な問題なんで、これから一緒になりたい彼とじっくり話し合って決めてほしいなと思います。私の理想はといえば、誰も聞いてない話させて私もね、一応結婚願望っていうのはすごく強いんですけどね。相手次第、仕事っていう部分に関しては相手次第だと思うんですけども、私の場合ただでさえ離婚しやすい危機をはらんでいる性格と言われているんで、もし結婚したらやっぱり家庭を大切に守っていきたいなと思って、今相手を待っているところです。続いてのハガキに行きます。これは神奈川県横須賀市の、名前言わないでいいのかな、ゆかちゃん。私は5月18日に16歳になったばかりの女の子です。ところで私にとって理想の結婚とは、今片思い中の彼と幸せな家庭を作ることです。結婚式は外国の教会で少人数でやって、そのまま新婚旅行みたいなのがいいですね。彼は長男なので無理かもしれないけど、マンションで2人で暮らしたいです。もちろん彼は専業主婦で、彼の帰りを待ってるんです。私は専業主婦で、月に2回は2人きりで外食をして、結婚記念日には私の手料理と手作りケーキでお祝いしたいですね。子供は2人か3人欲しい。もちろん一番上が女の子で、次に男の子がいいですよね。子供が大きくなって2人とも年を取ってからもずっと仲の良い夫婦でいたいです。例えばペアのパジャマを着たり、ダブルベッドで寝たり、いくつになっても恋した頃の心を忘れない2人でいたいと思います。やっぱりこれってあくまでも理想に過ぎないんでしょうか。いいですね。こういう形に憧れる時期っていうのがあると思うんですけど、でも片思いの彼との将来をここまで描いてしまったら、描かれている男性も大変だなという気がしますけど、理想通りにならなくてもね、がっかりしないでね。続いては鹿児島県のペンネームひまわりさん。
私はすでに平均結婚年齢を超えてしまい、周囲はかなりやきもきしていますけれど、本人はまだのほほんとして良い年を取っていきたいなどとほざいています。結婚については周りからは理想が高いなどと突っ込まれていますけれど、私は俳句の一つでも作れる人というのをなぜか条件に加えているのです。仕事一筋も良いのですが、やはり敏感に四季を読み取れる余裕みたいな人がいればいいと思うのですが、やはり理想が高いんでしょうかね。このハガキは内面的な理想のことを書いてくれたんですけどね、ひょっとしたらひまわりさんは見かけの理想にこだわる時期を過ぎたのかな。私もこういうのよくわかりますけどね、俳句が読めるというのはちょっと渋いですね。もう一枚、これは徳島市のペンネームペコちゃん。私の理想の結婚について少し。相手は5年前、つまり21歳の春から夏、短い間だったけど長距離恋愛だった同じ年の彼。結婚式は教会で、披露宴は友達中心の和やかなもの。新婚旅行はオーストラリア、ニュージーランドへ。新居は神戸の海の見えるマンション。毎日が穏やかに過ぎ、休みは映画やショッピングに出かけ、余裕のある2人だけの生活。そんなことを思う私は、実は5月15日に2人目の女の子を出産した26歳。今の主人との結婚は、上の娘を妊娠したのがきっかけ。結婚式は主人が田舎の長男なので、親の都合ばかり優先したもの。新婚旅行は体のこともありまだ行っていません。明日産院から退院するんだけど、また第一反抗期の3歳になる上の娘と、夜中でも容赦なく 2,3 時間おきに泣いてお乳を欲しがる下の娘に振り回されながら、おしゃれっ気もなく安月給の主人をおだてて家事を手伝わせ、 2DK のアパートで戦争なような日々が始まるのです。でもどちらかを今選べても、私には2人の可愛い子供のことは絶対否定できないし、これから何十年と一緒にいるかもしれない主人との今の生活を選んでしまうと思います。ああ、これは理想と現実はこんなに違ったというおはがきなんですけどね。でもどちらかを選べと言われたら、今の生活を選ぶ、戦争のような日々、結構今の生活がねに満足してて、ペコちゃん幸せなんじゃないんでしょうかね。でもね、これから結婚生活すごく長いと思うんで、旦那さん、釣った魚にもたまには餌をやってあげてください。6月のこのコーナーでは、結婚の理想と現実というテーマでお送りしていますが、私の前に立ちはだかる現実はというと、もう本当に本当にレコーディングが大変なところに行きまして、佳境というか山場というか修羅場に入って、もうグリグリなんですけどもね。では7月28日にリリースされる私のニューアルバム満天の星の中から、出来たてほやほやのこの曲を、聴いていただきたいと思います。私の歌で、無敵のキャリアガール。
はキッチン通信のコーナーでお便りを紹介した方にティーズキッチンオリジナルお弁当箱をプレゼントします。楽しみに待っていてくださいね。皆さんもこの結婚と理想の現実、結婚の理想と現実のコーナーにお便りください。待ってます。こういう失敗ってあるんだよね。Oh my god。このオーマイガットのコーナーでは皆さんの失敗談を紹介します。最初のハガキは山梨県の1月29日が誕生日の山本瑞穂さん。一緒の誕生日ですね。今日は私のおまぬけ話を聞いてやってください。中間テストの1日目の日のことでした。私は夜型人間な方なのでテストの勉強は夜中にやろうと思い、夕方6時ごろちょっと眠ることにしました。そしてハッと目が覚めると空が少し明るい。部屋の時計を見ると7時半、やだ寝過ごしたと思うと慌てて制服に着替えました。いつもの7時53分のバスに乗らないと遅刻しちゃうし、どうしよう。もう涙ぐみながら髪を溶かし、テレビのニュースを BGM に家を飛び出そうとしたその時です。私の母の声がしました。よく聞くと、瑞穂また学校行くの？忘れ物？え、そうです。私は1時間30分程度しかまだ眠っていなかったのでした。朝と夜を間違えるなんてオーマイガーと。はあ、この人も結構慌てん坊さんですけどね。私は今ちょうどレコーディング中でね、もう朝とか夜がぐちゃぐちゃの生活になっちゃってるんで、こういうことは日常茶飯事で慣れてるんですけど、一緒に生活している犬がね、もうぐちゃぐちゃになってノイローゼになってしまってます。次のハガキは、これは誰？西宮市のペンネーム元気が一番さん。3ヶ月ほど前のことです。車のガソリンがほとんど空っぽの状態だったのでスタンドに向かいました。いつも行くすぐ近くのスタンドに行けばよかったのですが、ちょっと欲張ってプレゼントがもらえるスタンドまで向かいました。途中アクセルを踏んでもなかなかスピードが出なくなり、それでもなんとか目的のスタンドまでたどり着きました。これで安心と思い、店員さんに言われて給油口まで行こうとしましたが、よりによって給油口まで5メートルのところでガス欠になってしまったのです。結局スタンドの店員さんに車を押してもらい、給油口にたどり着くことができたのでした。ちなみにプレゼントは洗剤でした。あと5メートル惜しかったですね。私はね、以前車運転してたんですけど、あんまり無謀な運転をするんで周りの人にみんなに反対されて車なくなっちゃったんですけど、ガス欠になるまで乗ったことがないんでどんなのかは分かりませんけど、スタッフの一人がガス欠するようなやつは車に乗っちゃいかんと言っていました。続いてのおはがきは石川県金沢市のペンネームグリコさん。私は本当にこの頃聞き間違いが多いんです。友達にも変な子って思われてるかもしれないんです。ある友達と話していて、友達が妹がねと言ったのを聞いて、私はロータスクーポンがどうしたって聞き返してしまいました。友達は何それと言いました。なぜ妹がというのをロータスクーポンと聞こえたのか、こういうことがしょっちゅうあります。タカ子さんはこういうことないですか？私はこういうことはありません。リスタイムスイートチェリー。続いては四日市市の滝川美奈子さんのリクエストで、サイズ青空がいっぱい。リスタイムでスイートチェリー、サイズ青空がいっぱい、2曲続けて聴いていただきました。皆さんもオーマイガットのコーナーにお便りをお寄せください。宛先は郵便番号 102-80 岡村孝子ティーズキッチンオーマイガットの係です。たくさんの楽しいお便りをお待ちしています。岡村孝子ティーズキッチン。コーナーでは情熱あふれる勘違いのお便りを紹介します。プライバシー保護のためお名前は伏せさせていただきます。あなたは宇宙です。私は大地。宇宙に目覚めた大地は湧き上がるマグマを、
空高く高く近づくために吹き上げます。いつしか大地は灼熱に燃える太陽となって、あなたへのフレア光り輝きましょう。ちぎれたフレア飛ばしましょう。この身燃やして全次元に香る素粒子、永遠の光と風に変えて解き放ちましょう。きらめくフレア、あなたへの一輪。岡村孝子ティーズキッチン、いかがでしたか。この番組ではディアマイファミリー、オーマイガッド、キッチン通信、各コーナーへのお便り、リクエスト曲を募集しています。宛先は郵便番号 102-80 岡村孝子ティーズキッチン、それぞれの係まで。そしてテレフォンボードでもメッセージ、リクエストお待ちしています。受付電話番号は東京 03-5237-8800、 5237-8800、 アクセスナンバーは4560です。4560です。テレフォンボードで皆さんの家族の話、失敗談をお話ししてくださっても結構です。番組のオープニングでメッセージを紹介させていただいた方には、番組オリジナルのお弁当箱をプレゼントしますので、たくさんのメッセージお寄せください。それでは今週のお誕生日の方を紹介します。6月6日、富田洋さん、高尾勲さん、松田圭也さん、深谷元和さん、福山智子さん、7日、伊崎金也さん、日高幸子さん、刈谷かなえさん、木村のりみちさん、みっちゃん、8日、小山ゆかりさん、9日、高沢真希さん、駒井隆之さん、永田玲央さん、尾崎健吾さん、10日、柳坂和秀さん、水谷恵美さん、高山恵理子さん、岸本香里さん、11日、中田真美さん、猿渡和子さん、津島悟さん、中澤理恵さん、12日、辰村鳴俊さん、吉田真一さん、片寄せゆかさん、茅野浩二さん、須磨子さん、宮川真由美さん、高田博子さん。残念ながら今週お便りが間に合わなかったお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。岡村孝子ティーズキッチン、今日はこれでお別れです。また来週。